皆さんこんにちは。レック専任講師の荒川修一です。これより聖戦討論品質論点記述編の第1回、ダイジェスト講義になりますかね、開始してまいります。30分の短い時間にはなりますけれども、よろしくお願いいたします。はい、ということで、新しいシーズンが始まって、早速ね、皆さんは討論の1回目受けてみていただいたということで、今日お話を聞いていただいているんだろうと、こんな話になっていきます。今日ね、水道橋音校の方で、このお話をしているんですけれども、水道橋音校に足をお運びいただいた皆さんだったり、あるいはYouTube の方でね、動画をご覧になっている等々の皆さんいらっしゃるかと思いますけれども、まずは、この時期から記述式の、学習が再開ということになりますので、改めてね、ぜひ頑張っていっていただきたいなというふうに思うわけです。でそれで、今日は、ね、この第1回の、問題の解説をしていくということで、進めていくんですけれども、まず今後、討論模試で、記述式に限りませんけれども受けていかれるときにちょっとした心構え的なところ最初の段階なのでお話しできておくといいのかなと思って、ちょっとそのお話をまず最初にさせてください。はい、記述式、特に記述式になるのかな、問題を解くときにまずどういった方向性で、その記述式の討論を受けていただくかって、この目的意識というのかな、そういうのを明確にしておいていただくっていうのが皆さんの学習時間を有効に使う上で非常にこう大事になってくるというふうに最近僕は思っています。今日お話を聞いていただいている方の中には、もうある程度もう記述式の解き方っていうのはご自分の中にこう身についてきているから、それを新しいシーズンに向けてもう一回このなんていうのかな、ウォーミングアップ的にやり直しをしているんだというような方もいらっしゃれば、今まで卓一の方の勉強にどうしても力を入れていたので、ちょっと記述式、なんとなくこうやわやわっとした感じで、これからご自分の解き方をこう組み立てていきたいんだっていうような方、大きく分けるとこの2つのパターンの方々がいらっしゃるのかなというふうに僕は思ってお話をしているんですけれども、例えばもうある程度解き方はできてきていると、あとはとにかくこうどんどん問題を解いて自分のなんて言うんでしょうね、感覚というのかな、このをずっとキープしておきたいんだっていう方であれば、この討論あるいはその他の記述式の討論を受けるときに何が大事になってくるかっていうと、もう点数ですよ。やっぱり要するにもう自分の中では解き方はある程度できているということであれば、その解き方をしっかり問題に対してこうぶつけていただいて、それでちゃんとテストで答えを取って点数を取ってくるっていうのが非常に大事になってくると思うので、本当に点数にこだわっていただいて、例えばこの聖戦討論品質論点記述編であれば、そこまで難しい仕掛け、あるいはそこまで厳しい論点っていうのばかりを集めているわけではないので、そうですね、目標としてどのくらいかなっていうのを置けばいいかとあるんですけれども、大体80% ぐらいだから、35点満点だと28点ぐらいを、目処ぐらいにちょっとしていただいて、とにかく点数にこだわるんだよということを、意識しながら毎回解いていただくといいのかなと思います。それを意識していただくことでどういう効果があるかなということなんですけれども、例えば、全体としてなんとなく答えの方向性合ってるけど点数がなんとなくついてない時ってあると思うんですよね。例えば、問題文の指示を読み間違えてしまって、代表取締役の名前を書くか書かないかなんていうところだったり、商業登記だったらね、あとは援用するかしないかとか、そういうところのミスをしてなんとなく全体的に答えは合っててご自分の中でも満足感はあるんだけどなんか点がついてないって、こういうことにたびたび直面していかれると思うんですけども、もう解き方が身についてるんだというふうに思っていらっしゃる方々であれば、そこのケアレスミスを、なるべく潰していく、意識して潰していくってことをしていかないと最後の点数の伸びっていうのが出てこない、あるいは安定感っていうのが出てこないので、もう例えば極端なこと言ってしまえば枠外しをしないとか、不動産登記だったら商業登記だったら
積極消極をちゃんと切り分けて書けるなんていうところはもうクリアなさっているという前提で、でも点数をしっかりいつもいつも高い水準で取り切ってくるんだっていうところにやっぱり目標値を高く上げていかないと、なんとなくの満足感のままでもなんとなく点数が取れないんだよなっていう、なんとも言えないこう微妙な状態のまま進んでしまうので、実際ね、この当連なり模試を受けるときってそんないつもいつもうまくはいかないので、例えば、ね、28.80% って言いましたけども、そこになかなか届かないことってあると思うんですけども、じゃあだったら今皆さんがお持ちの知識なり注意力でこの28点だったりに届く論点ってなかったのっていうのから探していただく。例えばさっき言ったその援用するしないを読み間違えちゃったとか、代取りの氏名と資格を書かなくていいって言われてるのに書いちゃったとか、そういうところで点数を失っていたとすると、そこってちょっとしたきっかけでも点数が変わるところだったりするので、最後の詰めというところではそういう細かいところにもね気を配っていただいて、それが結果として出てくるのはやっぱり点数でしょうから、点数を気にしていただく必要がある方っていうのもいらっしゃると思います。あるいはこれから少し記述式の対策に本腰を入れていこうということであれば、やっぱり大崩れをしない答案っていうのをどうしても作れるような、解き方っていうんですかね、それを気にしていただきたいので、不動産登記であればやっぱり皆さんお分かりの通りだと思いますけれども、いかにして枠外しをしないか、ここにやっぱり尽きてくるだろうというふうに思います。そして商業登記であれば決議が正しく行われていて登記できる方の事項に分類されるのか、登記できない方の事項に分類されるのか、やっぱりこの見分けが効いていないと、その先いくらひな型を真面目にしっかり押さえていたとしても、要するに出だしで違う方向に行ってしまったらどうしても点数には結びつきませんから、こういう枠外し、簡単に言っちゃうと枠外し、消極積極の区別っていうのをしっかりできているかどうかっていうところに着目して、そこができていれば、例えばまだひな型がちゃんと頭に入ってなかったから回答としては書けなかった、あるいは時間がどうしてもまだかかるから回答として作るところまではいかなかったけど、なすべき登記は全部ちゃんと出せましたっていうことであれば、記述式の学習方法を固めていく段階の方だということであれば、それで十分以上の成果は出てる。その時に点数はつかないのかもしれないですけれども、確実に階段を上がっていっていただいていることだけは確かなので、どちらかというと点数にこだわるっていうよりは結果点数はついてくると思いますけれども、そのちゃんと考慮すべき点を考慮して答えにたどり着こうとしているかっていうお話、ここにねちょっと着目をしていただきたいんです。だから、例えばこの品質論点記述編全体に対して言えるんですけれども、少し事例としては甘めな優しめな設定になってます。だから細かい論点まで考えていったら、ちょっと危ういところあったけど、なんとなく点数がつきやすいような作りにはなっているので、もしかしたら皆さんが判断で一部勘違いをしてしまったとしても点数がつく形になっている論点っていうのも実は数々出てます。なのでそういう論点を見たときに、皆さんが復習なさったときに、あ、今回は点数はついてたけど実はこれ考え違いしてたと、もうちょっときつく要件を聞かれたらここ落としてたなっていうようなところをちゃんと復習しておく。点数にあんまり嬉しいんですけど、点数取れるのはいいことなのでそこで喜んでいただきたいんですけれども、それと同時に今品質論点記述編で、例えばさっき言った 80% の点数を取ることが皆さんの目標ではなくて、本試験の場においてちゃんと基準点を超えられると答案を作れるか、そのためのトレーニングの、最初の段階ということですから、枠外しをしないであってもこうちゃんと正当に考えていって枠外しをしない形に持っていけてたか、なんか偶然当たっちゃってたところがないかっていうところだけは、全ての皆さんにちょっと厳しめに、ご自分に対してそこだけは厳しめにチェックをしていただくように、お願いをしておきたいなと思います。はい、ということで、心構え的なところから入りました。でそれで、実際には板書をつけながらご説明をしていっている部分になるんですけれども、今日そしたらちょっと、いつも板書に僕がつけているものをちょっとね見ていただいて、お話聞いていただけば何を言おうとしているのか分かると思うんですけれども、
これ不動産登記を解いていくときに、事実関係をちゃんと捉えて、でそれからなすべき登記を決めて、ちゃんとひな型に当てはめて解きましょうねって、簡単に言うと不動産登記法も商業登記法もこんな話をしていくわけなんですけれども、その中で不動産登記法、やっぱりどこが一番難しいかって、もうちょっと大きい方がいいのかな。どこが一番難しいのかっていうと、こちらですよね、これ、成立した事実関係をどのように登記すればいいのか、簡単に言うとここは枠外ししないためのポイントっていうことになるんだろうと思いますけれども、どの登記申請を何件どの順番で申請すればいいのって、ここが当たれば枠外ししないわけですから、事実関係つかんで、なすべき登記を決定してひな型に当てはめて回答って簡単には言いますけど、その中でもこのカッコ2の丸2の部分ですよね、ここが重視されていきますので、問題解いていくときに、この今見ていただいているもので言うと、カッコ2の丸2に当たる部分をしっかりできているか、ここがなんとなくエリアで解けて今回当たっちゃったということであれば、どういう仕掛けでそうなるのかっていうのをしっかり判断、把握しておくっていうのが不動産登記法においてはすごく大事になってくると思います。で、商業登記だとどうなのっていう話なんですけども、同じように事実関係を把握してなすべき登記を決めてひな型に当てはめて回答って、簡単に言っちゃうとこれは不動産であれ商業であれ変わらないでしょっていうことなんですけれども、商業登記法って問題としてはまずもっともらしく決議が全部されましたみたいな形で書いてあるけど、その中に必ず嘘が含まれているということですよね。決議要件満たしてないとか、今回の問題だったら決議できない期間で決議してたなんていうのが答えに入ってたと思いますけれども、なので間違い探しを皆さんはしていっているわけです。なので、商業登記法だとこのカッコ2のやつだと丸1ですよね、実態的判断ということで、会社法等を実態法上の決議要件手続き要件を満たしているのかっていうところ、ここで結局じゃあその決議は通った、じゃあ登記できる方に書こう、決議通ってないだから登記できない方に書こうっていう判断をしていくので、ある意味択一と同じような判断を求められているというふうに考えていただいてもいいと思うんです。なので、実態的な判断の方にどちらかというと商業登記法は重きが置かれてくる。で、その時に何を皆さんは気にしておかなければいけないのかということですけれども、括弧1の方に行きます。申請会社の属性というような形で僕は言うんですけれども、例えば公開会社なのか非公開会社なのかとか、取締役会があるのかとかないのかとか、そのあたりこの大前提ってなってるところですかね。こういう申請会社が今どういう状況なのか、例えば資本金の額がいくらだとか、株式の数が何株発行されてるとか、その状況を把握していないと実態的判断ってできないと思うんですよね。結局取締役会設置会社だったら取締役会決議により行う、でも原則は株主総会なんていうケースだと、取締役会が置かれてるかどうかを分からなければ答えは出ないということで、択一だったら取締役会設置会社においてなんていう形で前提が文字で書いてもらえるところになりますが、これ商業登記だったらもう皆さんお分かりの通りで登記記録に書いてあるだけとか、場合によっては最初取締役会設置会社でなかったくせに途中から取締役会設置会社の定めを置いて取締役会に変化したなんていう事例ね、こんなのが出てくると、この申請会社がどういうタイプの会社なのかっていうのを把握すること自体が難しくなってくるので、どん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 、同じような論点を聞いているかもしれないけれど、状況判断というかバックボーンになる知識が正確に把握できていないがために間違い探しがうまくいかないなんていう結論になってくると思いますので、今後ね、商業登記法を解かれるときにはそのあたりを意識していただくと、なぜ、間違ってしまったかなという復習の段階で確認をしていただくときに、有効な復習ができるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでちょうど時間の半分ぐらいいただきましたので、残り半分はそしたら本文の解説ねしておかないといけないので、不動産登記法から確認をしていきたいと思います。お手元におそらく解説冊子はお持ちかと思うんですけれども、ポイントとしては、この事件の概要というところに書いてある内容ですよね。これがしっかり読み取れていれば、よかったのかなということで、
まあ、これ実際のね、僕の解説講義で使った資料をちょっと持ってきたんですけれども、本門で言えばなんですけれども、木下商店と不動産登記をね、第一門、木下商店と松本商店の九州分割の効力が生じたことによって、乙建物にどんな登記をしなければいけないか、この判断ができるかできないかで、結局もう枠外しになるかならないかが変わってきたでしょ、というこんな作りになってます。一番大きいのはどこですかと言われたら、この九州分割の効力発生をどのように見たかというお話になっていこうかと思います。まあ、あとは、枠外しそのものの論点になり得るかという話だと、まあ、確かにこの住所移転の登記があるんですけど、これ住所移転しましたって問題文にバッチリ確か書いてあるので、ここはおそらく見落とされる方はあんまりね、すごい焦ってたという方以外は、まあ、ないのかなというふうに思います。まあ、あとはちょっと細かめな、これ一応ね、青い文字で書いてあるのがちょっとひな型的な知識、赤い文字で書いてあるのがもうちょっと上の判断のところだなというふうに思っているわけなんですけれども、細かい話をすると、例えば、寝定等権の債務者変更契約をしている時にはまあ、申請人の分配、誰が権利者になって誰が義務者になるのかとか、あとは普通抵当権との比較という意味で、印鑑証明書の添付、どっちが添付必要でどっちが不要だったのかなっていう、そんなところの区別ができているかどうかで点数違ってきたでしょうし、まあ、あとはこの九州分割に関わるところ、あるいは寝定等権の追加設定に関わるところだと、まあ、免許税どうだったのかなっていう判断、特に寝定等権の追加設定契約のところなんかは、まあ、1500円になっていくわけですけれども、ね、13条2項の適用があるケースだっていうのをしっかり読み取れていたかなんていう細かい話があったり、あるいは、ね、利益相反も、生じていましたので、まあ、答えを見ていただけたら分かる通りで、この利益相反の判断ができたかどうかで、添付情報の方ね、確か1点で大きく点数をつけていたところかなというふうに思いますけれども、まずは型ということで判断するのであれば、この本門においては、乙建物が普通建物であったがために、会社分割を原因として物件変動が起きているんですけれども、それを登記していくときには、まず所有権保存をした後に、年月日会社分割を原因とする移転登記で、名義を移していかなければいけないっていう判断、ここがしっかりできたかどうかということになっていきます。ではい、ということで、今お伝えしたような部分が、お分かりになっていたということであれば、おそらく枠外しはしていかなかったでしょうねということになっていくんですけれども、今述べた所有権保存絡み、ね、保存一件でできるのか、保存移転としなければいけないのかということに関しては、これも実際の講義で使っている板書ですけれども、まあ、所有権保存登記を皆さんに解いていただくということであれば、まあ、権利部がない状態の建物なりを、ね、見ていただいて判断を皆さんに仰ぐわけですけれども、何を聞きたいのかっていうと、もうこれだろうという話で、まあ、申請適格、所有権保存登記の申請適格を有しているものであれば、ダイレクトに所有権保存登記1件で自分の名義にしていくことができるわけですけれども、申請適格を有していなければ、まず、旧名義人で、保存登記をして、新名義人に対して移転登記をするという判断になっていくわけです。ね、で、知識としてはお持ちの通りで、表題部所有者、またはその相続人、その他の一般承継人、所有権を有することが確定判決によって確認されたものを、収用によって所有権を取得したものを、区分建物にあっては表題部所有者から直接所有権を取得したものということになっていって、今回皆さんに考えていただいた会社分割に関しては、中の1にありますけれども、まあ、会社分割により表題部所有者から直接所有権を取得した会社は、相続人その他の一般承継人74条1項1号後段には該当しないという結論になってますし、一方、中の3ですけれども、区分建物で表題部所有者から直接所有権をしたもの、74条2項の考え方については、会社分割により表題部所有者から直接所有権を取得した場合を含むとなりますので、まあ、例えばということで、まあ、会社分割、やっぱり会社分割を聞かれると、会社分割と、あとはその、まあ、
保存等級が問題になりそうなケースであれば、通常建物の保存等級になるのか、区分建物の保存等級になるのかで、先ほどの74条1項あるいは74条2項の所有権保存の申請適格を有するかどうかが変わってくるというお話になりますので、例えば本門であれば、乙建物が普通建物でしたから、校区に権利の登記はありません。そして対象となる建物は、通常建物ですから、この下から2行目の状況になるので、保存登記を入れて、その後、移転登記をするっていう判断をしていくことになりますが、もし本門で、問われていた保存登記が、敷地権付きであってもいいんですけど、敷地権付き区分建物の保存のケースだったとしたら、話は打って変わって、ダイレクトに74条2項で会社分割を原因とする保存登記ができたという判断が、なされていくわけですので、例えば本門だと、この知識をちゃんと知っていて、通常建物だから今回は保存登記を一旦入れてから移転登記というふうに判断できていれば、ベターな判断ができていましたねということになるでしょうし、今後の本試験対策としての皆さんの知識として考えていくならば、プラスアルファで今お話、板書の、データを使ってお話をしたように、じゃあ、会社分割って他の取り扱いあったよね、そういえば、区分建物の保存の時だったら、直接所有権をしたものに含まれるなんていう論点があったなと、じゃあ敷地権付き区分建物だったとしたら、これ保存登記1件で、申請すべきであったよねっていうところまで確認しておけると、知識の広がりというか、その知識のつながりというようなものも出てきますから、もし次に、同じような事例を聞いてきたけど、保存登記すべき、対象の不動産が区分建物だった時にもちゃんと対応できるんだというようなお話になっていくということです。なので、講義の中ではこんなちょっとその論点、聞かれている論点そのものをただお話しするのであれば、正直解説に書いてあるので、皆さんであればもう読んでしまえば分かってしまうというところありますから、少しこの何て言うのかな、この論点聞かれたんだったら、この辺りまで広げて一旦確認をしておいていただきたいなっていう、ところ、僕が感じたところになりますが、そういったところを判断していただけるように知識をお渡しするなんていうことをしています。なので今日、せっかくお話を聞いていたのいただいたので、所有権保存登記を聞いてきた、かつ会社分割を原因としているなんていうことであれば、ぜひここまで知識を一旦広げて確認しておいていただくのが有効かなと思います。あとは、テクニック的なところになるかもしれないですけれども、第1問でいうと、この利益相反の判断っていうのが入っていたんですけれども、僕は結構、受験生の時にこの利益相反の判断をよくチェック忘れてました。添付書面つけるの忘れてたっていう記憶があります。皆さんの中でもなかなかこの利益相反をいつも完璧に答えきれてるっていう方はそんなに多くないんじゃないかなというふうに勝手に思ってるわけなんですが、こちらどこでこの利益相反の判断をして答えを入れていくかっていうことに対して、ちょっとしたコツ的なものになるかと思うんですけど、どこかで、利益相反だっていうのを見つけてるかもしれないんですけれども、答えを書く段階までそれを頭の中にずっと収めておけるかっていうと、他の判断もしているうちについつい抜けてってしまうことがあるんじゃないかなというふうに思ってます。なので、おそらく皆さんが回答を実際にお作りになる時って、最後の最後で、この答え書けばいいよなっていう形で見直し的なものをざっとしていただいて、答えを書いていただいてるんじゃないかなと思うんですけど、いずれにしろ全部答え作った後だとしても、利益相反の判断ってどこに響いてくるかっていうと、添付情報をつけるかつけないかっていう話になっていくので、一番最後、枠ずれには関係ないじゃないですか。なので最後の最後に、今回の登記で全体見渡して利益相反になってるやつないかなって、その視点で一旦
ご自分のお作りになった回答、あるいはこれから回答用紙に書こうとしている回答をチェックしていただけば、後付けでも、利益相反忘れてた、ここ添付書面つけなきゃ、添付情報つけなきゃっていうことで、十分リカバリー効きますので、どうしても利益相反ずっと覚えてなきゃってなると、もう心理的な負担も多すぎると思いますから、最後の最後にチェックして、救ってあげればいいや、ね、ほとんどの場合、7割、8割はこの作業、空振りになると思うんですけれども、あと1割、2割の時にこれで1個添付情報を救えれば、本文で言えば1点取れますから、ね、確認するタイミングさえ決めていただけば救える論点っていうのもこんなようにあるので、講義の中ではそんなようなところもお話をしながら進めているわけです。今回はせっかく聞いていただいたので、こちらはダイジェスト講義の方でもお伝えをさせていただきました。はい、じゃあ残り5分ぐらいになってきましたので、ちょっと頑張って、商業登記の方第2問のご説明をしていきたいと思います。また解説の方では事件の概要、そして役員の概要といったところを中心にお話をしていきますけれども、はい、先ほどお伝えした通り、これ事件の概要の方ね、商業登記は間違い探しだというふうにお話をしましたので、とにかく今意識して考えていただきたい、あるいは確認していただきたいのは、決議要件をちゃんと満たしているのか、決議要件をちゃんと満たしているのか、この一点を必ず確認する癖というのをつけていただきたいと思います。例えば、用意ドンのところで、特別取締役による議決の定めを今回置きましょうということを言っている、あと特別取締役を選定するということをしたんですが、じゃあ設置要件満たしているのか、これが、偶然ね、偶然というか今回は設置要件を満たしている出題だったので、すごく乱暴な言い方をすれば、要件考えないで、決議されてる、じゃあこれひな型覚えてる、そのままひな型写し込んで書いちゃえってやった方でも点取れるんですよね。でも例えばここでちょっと難しくしようとすると、その取締役の人数を満たしてないとか、まないと思いますけど、社外取締役がいないとか、そういった状況だった時には、一変して、これが登記できないものに変わっていくわけですので、ここはちょっと丁寧にやっておく方がいいと思います。決議要件、この議案は満たしているのかなっていうので、何々決議だな思い出して、じゃあ OK 書けるねっていう形を、常にしていくべきだと思ってますので、特にちょっと抜けてしまいそうな決議要件のところを、こういう形でポイントというような形でお示しをしていっています。なので本文でいうと、この特別取締役の議決の定めを置くための要件確認した上で、登記できるというようにしていただいたかどうかというのがポイントになっていくでしょうし、同じように今回回答にはなってましたが、特別取締役による取締役会で決められることは何ということで、支配人の選任はできませんねというのが今回の消極事由になっておりましたけれども、このあたりも、どこの決議体で何を決めればいいのかっていうのを丁寧に判断していっていただいていれば、ここは拾えたところだと思いますので、必ずと言っていいほど間違いが含まれているというのが商業登記の、やり方だというふうに思っていただくならば、一個一個の議案事象がちゃんと要件を満たしているのかどうかっていうのを確認しながら進んでいただきたいと思います。あとはそうですね、この新株予約権の行使自体は見て取れたと思うんですけれども、ここは書き方的なところで、皆さんの答案を僕も何度か見せていただくことがあるんですけれども、なんて言うんでしょうね、新株予約権の行使をした結果増える株式の数とかはちゃんと意識して書いてくださる、計算も頑張ってやってくださるんですけれども、残った新株予約権の数のところをこう登記し直すというか、ね、あと新株予約権が何個残ってるよっていう部分を回答し忘れてるケースっていうのがありますので、そんな意味で特に未行使の新株予約権が何個残ってるんだよっていうのも申請事項になっていきますから、このあたり書き忘れないでくださいねというのが、僕からのコメントになるかなと思います。あとは本文だと、この7月1日に発生した第一種新株予約権の行使期間満了ですけれども、こちらは皆さん忘れずに書くことができたでしょうか。これなんかも、僕も何度も忘れて本当に痛い目を見たなっていうような感じがあるんですけれども、最初から別紙1に新株予約権がありましたよね、本文だとすると、この新株予約権を何かしたいはずなの。
そうなってくると、もう新株予約権が絡んでくるってなると、新株予約権の行使っていうのもあるでしょうけれども、あとは枠留保の話で、新株予約権の分の数は、発行可能の方にこう避けておかなければいけないって話と同時に、この新株予約権の行使期間満了っていうのも論点としては非常に出やすいということです。でこちらも最初の別紙1を見て、あ、行使期間がこの問題のストーリーの間に訪れるなっていうことが分からなければ、もうこの答え出せないということにもつながってしまいますので、新株予約権を最初に見かけたら、これ行使期間満了ないかなっていうふうにまず考えていただいちゃって、もうこれ公式が満了するよねっていうのが分かったら、それこそもう答案に書いてもいいよねぐらいのつもりはちょっとあります。なので、この見つけなければ答えられないし、見つけなければどうにもならないっていう論点がありますので、そういう論点、ヒントは、例えば新株予約権が最初から登記されているなんていうところにもあるわけですので、ちょっとそのあたり気をつけていただくといいかなと思います。あとは、役員の概要の方でお話をしておきますと、本文だと社外取締役なりが出てきているということですから、この社外取締役の中でも、今度、新しく就任するけど社外取締役として就任しますっていう人と、今までも就任していたけれども、社外取締役として公示することになりましたっていう、この2つのパターンで、申請書の書き方が違いましたよね。何々は社外取締役であるって書き方をするのか、取締役か社外取締役誰々就任って書くのかっていう違いがありましたから、このあたりはしっかり書き分けていただきたいところですし、あとそうですね、時間もないので最後に言っておきますけれども、今回はこのおそらく難しかっただろうなと思うのが、松原の、社外性がなくなる、社外性喪失、こちら気がつくことができたかなということが、最大の1個、ポイントになっていただろうということなんですが、理由としては大取りになったから社外性喪失っていう流れになっていました。でここも、じゃあ社外取締役の要件を全部抑えていて、そこから導き出せるかっていうとちょっときついと思います。正直難しいと思います。でも事例の抑え方として、社外取締役がいる事例で社外取締役が代取りになったらそれは社外性喪失だって、こういう事例と論点のつなげ方をしておけば、本文社外取締役がもう出てきているその中で、代取り選任をしているだったら、お、社外性喪失あるかもねと思って探していただくと多分見つかったんだろうなというふうに思います。なのでここも、コツ的な部分にはなっていくんですけれども、状況として社外取締役がいるであれば、これ社外性喪失の話は論点として問い得るわけなので、代取り選任と同時に、社外取締役を代取に選んでないかどうか確認する、こういう一個判断するなんていうのかな、ルールっていうのを作っておくと、今、お話ししたようなちょっと見つけにくい論点も探せますし、同じようなルールっていう意味だと、さっきのね、行使期間満了の話なんかも、最初に新株予約権見たらもう空振りするかもしれないけど行使期間満了ないかどうかチェックしておく、こんなような、ルール、最後の見直しの時にでもいいので、いくつかルールを決めておくことで救える論点っていうのはあると思いますから、これは皆さんそれぞれその引っかかっちゃうポイントって違うと思うので、これから、いろんな問題にあたって学習をなさっていくときに、ああこれよく自分で間違えるんだよな、どんなルール作っておけば間違えないかなっていうのを、編み出すというか、自分用のそういう記述式を解く時のルールとかマニュアルみたいのを作っていただくっていうのも、本筋の勉強とはちょっと違うのかもしれないですけれども、点数をしっかり取り切っていくという意味では有効な手段になっていきますので、講義の方ではそんなお話もしていますが、皆さんの方でも、独自に演習をなさることあると思いますから、ちょっとねそんな視点も取り入れていただきつつ、記述式の学習を有効に進めていただければいいのかなというふうに思ってます。はい、ということで、少し 2,3 分伸びちゃいました。申し訳ないです。ということでこのあたりでいただいている30分のお時間は終わりですので、品質論点記述編第1回のダイジェスト講義としてはこのあたりで終了にさせていただきます。どうもお疲れ様でした。